子は芋ばっかり揃ってるんだかな。マシなのは男がいるし、息が止まるほどいい女ってのはいないのかね、この世の中には。ほんとそう。近頃は品薄になってんだな。だいたい町に活気がねえよ。5年前はこんなじゃなかったぜ。町一回りするだけでガス満タン使って、しかも2時間もかかった。あの頃はよかった。おいジョン、新顔だぜ。追っかけないのか。あのな、秀才よ、俺は挨拶に来ねえようなやつだな、レースしねえんだよ。ねえ、ラブっちゃって。文句ある？うん、何の話だっけ。あなたはハイスクールのロマンスなんてくったらないと思ってたけど、私が可愛くておもろい女らしいので付き合ってるうちに突如真剣に愛するようになったと。だからで、そう、これから深刻な話に入るとこ。口述筆記でもやらしてるみたいだな。まあ真面目な話、君のことを心配してるんだ。お互いに愛し合ってる仲だもんね。もうそろそろ大人としての自分ってものを考えなくちゃ。だからフレンチフライちょっとちょうだい。ちょっとブダ、ね、話だけでも聞いてってばさ。なんだっけ、まあ、話せないから。ブダ、大人として考えなくちゃ。ああそうだそうだ。だから僕は予想行くから、この点了解してほしい。お互いに他の人と付き合ってもどうってことはないんだから、だろ。デートするってこと？かえってつながりが深くなると。本当に愛し合ってることが確かめられる。今だって真剣だけどね。あなたの言う通りよ。本当、もう子供じゃないんだし、5000キロも離れて暮らすのにデートの相手の一人や二人できなかったら変よね。不自然。いやローリー、それ返してくれなんて言ってないんだよ。分かってるわ、ね、子供っぽいから外すだけのこと。うちに置いとくわ、その方が目立たないから。もう嫌なの？そうじゃないわ、あなたの言うことを理解したからよ。だって向こうで修道僧みたいな生活はできないでしょ。それにさ、それにレコードもあるんだぜ。ジョニーエースのブレンジンマイラブなんてもう最高なんだから。ねえ、近頃ネルソンはマリリンと付き合ってんだろ。ちょっと君振られたんでしょ。振られたなんてそんなこと言わないでよ。僕とさ。ああ、はい。なあローリー、どうした？別に。どうしたの？なんでもないの。それで決めたんだよ。留守中お前に車を預かってもらおうってな。クリスマスまでは帰らない。クリスマスには2週間ばかり帰れるから、それで、まあ、注意しとくことなんかあんまりないんだけど、これキーね。まず第一に、オイルはカストロールの R を使う。タイヤーツやなんかメモして小物入れに入れて。あ、聞いてんの？おい、どうしたんだよ、泣いてんのか。俺夢みたい。なっつったらいいんだろうな。死が二人を分かつまで私はこの車を愛し守ります。すごいマシンだぜこれは。ダリースターバードのムーンバードより上行ってるぜ。本当だよ、あいつの車よりよっぽど渋いよ、こっちの方が。ブスばっかり集まってくるんだ。マシなのは小ぶつきだしさ。俺が探し求めてるハッとするような美人はどこにいるんだ。その気持ちは上がるよ。ナンパしてもろくなのは引っかかるの。この通りも落ちたもんだ。
4、5年前はこうじゃなかったもんな。ちょっと一回りそれは可愛い子ちゃんが車いっぱい拾えたもんだ。あんなのは夢だな。おいちゃん、今の新顔だぜ。ああ、挑戦しないのか。見くびんなよこの俺を。俺を知らねえようなやつとレースしたって勝負になりっこねえだろ。そりゃそうだな。だろ。ああ、どこまで話したっけ。ああ、俺は高校生の恋愛なんてままごとだと思ってた。お前と付き合い始めたのはちょっと可愛くて面白いやつだと思ったからだが、そのうち急に愛してるってことに気がついた。それから今はもっと真剣に考えてる。国語の朗読してるみたいだな。いや、つまりさ、俺が言おうとしたのはこうさ、俺たちお互いにすごく愛し合ってるんだよ。しかも自分たちはもうちゃんとした大人だと考えてるわけだ。それでさ、待てよ、ブタ。ねえ、ちょっと、それは俺にもくれないか。うるさい。どこまで話したっけ。自分は大人だと考えて。そうそうそう、そこだ。それでさ、俺が東部へ立つ前に一つだけ言っておきたいんだ。離れてる間はお互い他のやつと会っても構わないってことだ。デートしてもいいっての。かえって結びつきは固くなるよ。本当に愛してるってことが分かるはずだよ。俺には自信があるんだ。私も賛成だわ。お互いもう子供じゃないもんね。5000キロも離れ離れになるのに他の人に会っちゃいけないなんて馬鹿げてるわよ。いいじゃないの。でもローリー、何もそれを返せなんて言ってないよ。いいの。俺としてはどうせもうこんなのちょっとガキっぽいしさ、うちに置いとくわ。その方が目立たないし。つけたくないっていうの。そうは言ってないわよ。今の話にも別に怒ってないわ。だってさ、あんたに坊さんみたいな生活を送れったって無理じゃない。さあみんなで楽しもうぜ。レコードならいっぱい集めてんだよ。ジョニー・エースのプレッジングマイラブも持ってんだ。なあブタ、ネルソンなんか諦めろよ。やつはマリリンと付き合ってんだ。あいつは君を振られたりしてないわよ。失礼ね。あ、はい、スティーブ。よ、やってるか。どうしたんだ。何があったんだよ。なんでもない。そこで俺決めたんだ。留守の間俺の車お前に貸してやるよ。クリスマスまでな。クリスマスには2、3週間戻ってくるから。いいか、その代わり俺の言うことをきちんと守るんだ。これがキラ。まず第一、オイルはカストロール R を使うこと。タイヤの空気圧はメモして物入れの中に。聞いてんのか。どうしたって。泣いてんのか。俺信じられねえや。なんつったらいいんだ。俺命にかけてこの車ちゃんと守ってみせる。スティーブ、すげえスーパーマシンだもんね。ダリル・スターバードのムーンバードより上かもしんないよ。ほんとさ、ムーンバードなんかこれと比べたらヘッドだろうさ。やめろって。癖が悪いんだからもう。さえねえな。おい、なんでこう芋ばっかり揃ってるんだな。もうマシなのは男がいるし、息が止まるほどのいい女ってのはなかなかいないな、この世の中には。わかるよそれ。近頃すっかり品薄でよ、だいたい街に活気がない。5年前はこんなじゃなかったよな。街を一回りするだけで満タンのガス使って2時間もかかったもんよ。あの子らよかった。
おいジョン、シンガーが来てるぜ。追っかけないのか。あのな、秀才よ、俺挨拶に来ねえようなやつとはレースしねえんだよ。選ぶっちゃって。文句ある。何の話だっけ。あなたはハイスクールのロマンスなんてくったらないと思ってたけど、私が可愛くて面白い女らしいので付き合ってるうちに突如真剣に愛するようになったと。それから、そうだ、これから深刻な話に入るとこ。口述筆記でもやってるみたいだな。ねえ、真面目な話、君のこと心配してるんだ。お互いに愛し合ってる中だもんね。もうそろそろ大人としての自分ってものを考えなくちゃ。だからフレンチフライちょっとちょうだい。ちょっとブタ聞いてよ。なんだっけ。大人として考えなくちゃ。ああ、そうだそうだ。だから僕はよそへ行くから、この点を了解してほしいんだ。お互いに他の人と付き合ってもどうってことはないんだから。デートするってこと？かえってつながりが深くなると思うよ。本当に愛し合ってることが確かめられる。今だって真剣だけどね。あなたの言う通りよ。本当、もう子供じゃないんだから。5000キロも離れて暮らすのにデートの相手の一人や二人できなかったら変よ。不自然よ。いや、ローリー、それ返してくるなんて言ってないんだよ。分かってるわ。僕は子供っぽいから外すだけのことよ。うちに置いとくわ。その方が目立たないから。もう嫌なの。そうじゃないわ。あなたの言うことを理解したからよ。だって向こうで修道僧みたいな生活はできないでしょ。それにレコードもあるよ。ジョニー・エイスのプレッチン・マイ・ラブだって。ねえ、近頃ネルソンはマリリンと付き合ってるんだろ。君振られたんだったらさ。ちょっと、振られたなんてこと言わないでよ。あ、はい、スティーブ。いや、ローリー、どうした。別に。どうしたの。なんでもないの。だから決めたんだよ、留守中お前に車を預かってもらおうってな。しばらく帰れないだろう。クリスマスには2週間ばかり帰れるから。それで注意しておくことなんかあんまりないんだけど、あ、これ聞いね。まず第一に、オイルはカストロールの R を使う。タイヤ圧やなんかはメモして入れてあるから。おい、聞いてんのかよ。どうしたんだよ。ローリー泣いてんだな。俺夢みたい。なんて言ったらいいんだこれ。死が二人を分かつまで私はこの車を愛し守ります。すげえマシンだよこれは。ダリル・スターバードのムーンバードより上を行ってるよ。ほんとあいつの車よりよっぽど渋いよ、こっちの方が。あ、ブダ。しねえな。なんでハズレの女ばっかりなんだ。マシなのは男がいるし、一生に一度って思えるくらいのいい女はなかなかいないよ。まったくだよな。近頃すっかり枯れちまってる。だいたい町が死んでら。5年前はこんなじゃなかったのにな。町を一回りするだけで2時間かかってガスも満タン使い切った。よかったよ。おい、ジョン。シンガオが来てる。そうだな。追いかけないの？いいか、教授殿。俺は挨拶に来ないような奴とはレースしねえんだ。大きく出たね。悪いか？ああ。
どこまで話した？ああ、あなたは高校生の恋愛なんてくだらないと思ってたけど、可愛くて面白い私の魅力に負けて付き合ってるうちに突如愛するようになった。それから、ああ、そう、これから肝心の話に入る。なんだかヒアリングのテストしてるみたい。でもさ、真面目に言うけど、こんな話をするのはさ、お互いに愛し合ってるからだろ。それにそろそろ大人としての自覚を持たなくちゃいけない。だから僕にもポテトちょうだい。待ってよブーダ。なんだっけ、大人としての自覚を持つ。そう、そこだ。だからその僕は町を出るから、承知して欲しいことがあるんだ。お互いに他の人と付き合っても全然構わないよね。デートするってこと？かえって絆が強くなると思う。本当に愛し合ってることが確かめられる。今だって真剣だよ。あなたの言う通りね。だってもう子供じゃないのよ。5000キロも離れて暮らすんだから、たまに誰かとデートに出かけるくらい当然よ。ねえローリー、それ返してくれなんて言ってないよ。分かってる。子供っぽく見えてきたから外したの。目立たないようにうちに置いとくわ。もうつけないの？そうじゃない、あなたの言うことを理解しただけよ。だって向こうで修道僧みたいな生活は無理でしょ。僕レコードのコレクションすごいんだ。ジョニーエースのプレッチングマイラブも持ってるよ。へえ。メルソンのやつは今マリリンと付き合ってるんだろ。振られたんならさ。ちょっと、別に振られたんじゃないわよ。あら、どうもスティーブ。いや、ローリー、どうした？別に。どうしたんだよ。なんでもないって。だから決めたんだ、テリー。向こうに行ってる間車を託すよ。当分戻れないから。クリスマスには2週間くらい帰れるけど、それで特に注意しておくこともないんだけどさ。はい、これキー。まず第一に、オイルはカストロールの R を使えよ。タイヤツとかはメモして中に入れてあるから。なあ、聞いてるか？どうしたんだよ、泣いてんのか？本当夢みたいだ。なんて言ったらいいのか。死が二人を分かつまでこの車を愛し守ります。すごいマシンだよこれ。ダリル・スターバートのムーンバードより活かしてるよ。ほんとあいつの車なんかより絶対に勝ってるって。